ザヴァンガードグループインクとは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州に本社がある、世界最大規模の資産運用会社であり、世界初のインデックス型投資信託を個人投資家に提供した会社として知られている。2019年5月末時点の運用、総資産額は5.4兆米ドルだった。ブラックロックに次ぐ、世界2位の投資信託及び上場投資信託の提供者である。 投資信託と ETF 以外にも、証券サービス、ファイナンシャルアドバイスサービス、教育資金サービス、など数々のサービスを提供している。創業者のジョン・ボーグルは、世界初の個人投資家向けのインデックスファンドを設定した人物であり、幅広く投資家に低コストで投資ができる機会を与えた人物としても知られている。インデックスファンドの父とも呼ばれている。バンガードは、 上場企業ではなく、第三者株主が存在しないため、ファンドの保有者が、ヴァンガードのファンドであり、ヴァンガードのファンドに投資をする投資家が、ヴァンガードの保有者になる仕組みで経営されている。この独創的な会社構造により、ファンドの利益は、第三者株主等ではなく、ヴァンガードのファンドに投資をする投資家に還元される、ことになる。ヴァンガードは、 ペンシルベニア州フィラデルフィアから約30分離れたバレー法事のマルバーンという町に本社を置く。また、世界各国で19拠点のオフィスを持ち、全世界に約1万7000人もの従業員を雇用する。日本の現地法人となるバンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社は2000年に設立され、約20年間日本の投資家にバンガード商品を提供してきた。 創立者のジョン・ジャック・ボーグルは、プリンストン大学の卒業論文では、投資信託が継続的に市場平均を上回ることは極めて難しく、それより市場平均に連動する幅広く分散されたインデックス型投資信託の方が有効な投資ツールだ、と述べた。1951年にボーグルが書いた低コスト分散。 規律などというインデックス投資の基本原則を見通していた論文がヴァンガードの立ち上げ後に商品化させたインデックスファンドの基礎的なコンセプトとなった。ボーグルが書いた卒業論文がプリンストン大学の卒業生である米国で最も歴史のあるバランスファンドのウェリントンファンドの運用会社を1929年に創業したウォルター・エール・モーガンの目に留まった。 モーガンは22歳の青年を1951年にフィラデルフィアを拠点とする自身の投資運用会社であるウェリントンマネージメントで採用した。これがボーグルの資産運用業界におけるキャリアの始まりだった。1965年にボーグルは35歳にしてウェリントンの社長として就任し、1966年にはボストンに拠点を置くファンドマネジメント会社と M&A を行ったが、M&A が失敗してしまったため、1974年に M&A の責任者であったボーグルは一度社長を解任された。ボーグルはそのことについてこう述べている。あれは言い訳が聞かない、ひどい間違いだったが、大きな学びでもあった。あの時首になっていなければ、現在のバンガードは存在しない。社長退任後も引き続きリントンの取締役会に、 所属していたボーグルは他の経営人との話し合いを続け、最善の商品を提供していくことの重要性と信念を伝え続けた。何度も交渉を重ねた結果、最終的にはエリントンが運用するいくつかのファンドの販売と事務管理のみを担う新たな子会社の責任者を務めることになった。これがバンガードの始まりとなり、 バンガードグループは1974年9月24日に設立された。ボーグルが名付け親である社名、バンガードの由来は、フランス革命戦争における戦闘の一つ、ナイルの海戦での英雄ホレーショネルソン提督の率いた機関名である。ボーグルは会長と最高責任者を務め、27人の従業員と共に独自性と独立性を追求した。 バンガードのビジネスを始めた。創業して間もなく、ボーグルと同僚たちは、どのようなファンドを立てたら、投資家に最も還元ができるかについて、研究を重ねた。研究の結果、S&P500 のインデックスに連動するファンドのリターンを継続的に上回るアクティブファンドは存在しないという結論に至り、個人投資家用のファンドとして、 S&P500 に連動するファンドを立てることに決めた。このファンドは従来のバランスファンドなどと異なり、S&P500 に含まれる500銘柄のみを保有、当時のアクティブファンドの年間平均経費率約2から3%に対し、年間わずか0.5%の経費率で提供することになった。この低コストを実現できた理由の一つは、アクティブに運用を担当する。 ファンドマネージャーなどは存在せず、S&P500 指数に連動するだけという革新的な仕組みで運営のコストや手間を減らせたことから来ている。前代未聞の運用モデルのこのファンドはファーストインデックスインベストメントトラストと名付けられた。1976年にボーグルは現在 S&P500 インデックスファンドとして知られている。 ファーストインデックスインベストメントトラストを設定後、米国中をめぐり数々の証券会社に提案したが、業界でのこの革新的な試みは、伝統的な証券会社からはなかなか良い反応が得られず苦戦をした。また、当ファンドは設定当初たった1400万ドルしか、投資家の資金を集められず、周囲はボーグルに、このような低コストのインデックスファンドでビジネスを行う、ことを、 諦めるように提案したと言われている。ファンドを召喚して投資家に返したらどうと他方面から言われ続けたが、ボーグルはファンドを運用し続けることにした。しかし、人々の批判は続いた。運用資産の初期目標の10分の1にすら到達できていなかった、ファーストインデックスインベストメントトラストは多くの人に、 ボーグルの愚行と言われ、インデックスファンド自体がアメリカらしくないと激しく叩かれた。この批判の根源には、市場に連動する平均的なリターンでは満足せず、最も高いリターンを求めることこそがアメリカ流の投資であるという考えがあった。それでもボーグルはファンドに込めた希望を決して捨てずに粘り続けた。そして1981年には、 ファンドの設定以降エリントンマネージメントに任せていたファンドのマーケティングと販売をヴァンガードで全て一括管理することになった。その結果、ボーグルの熱意を直接投資家に伝えることができ、ファーストインデックスインベストメントトラストは少しずつ成長し、設立から6年後の1982年、ついに運用資産が1億ドルを突破した。 さらに1988年には10億ドルを突破し、時間が経つにつれて、インデックスファンドとそのコンセプトが少しずつ投資家に受け入れられ、普及していった。1999年にボーグルは70歳で、バンガードの会長、社長を退任し、ジョン・ブレナンが後任として社長に就任した。2008年には、ウィリアム・マクナブが社長に就任し、2017年に、 公認のティム・バックリーがバンガードの4人目の社長として就任した。現在の資産運用残高は約5.4兆米ドルで400以上の投資信託と ETF を世界中の約2000万人以上の投資家に提供する。ありがとうございます。